はい。まさとね、花輪ねぶたが始まるっぽいね。はい。多分ここら辺が、これが稲村橋なんですけど、多分ここから規制が入ると思われる。まあ、あそこで警官がいるし、まあ、あそこ、規制が徐々に外れてくるんだろうね。稲村橋だし。多分こっちに入ってくると思う。なんで、ここの公園でちょっと、この公園で待機かな。多分ここ車があるってことは、多分ここに並ぶんでしょう。ここに並ぶのかな。そんで燃やすのか。で、花火がどうなるのか。ちょっとね、ちょっと、まあわからないね。地元の、なんか中学生っぽい子いるから、そう。その子について行こう。あの子らについて行こう。わからねえからな。はい。今ね、まだねぶたはね、始まらないんだよ。終わらないんだよね。21時10分から21時半まで、本当に20分しかやんねえのかな。ようやく今ね、ねぶたに光が灯りました。結構待ちくたびれてるんですけど、どうなんだろうな、どうやってパレードしてくるのかわかんないからな。まあ、ちょっとまた待ってみるか。はい、数のねぶたはちょっと特殊でですね、サイトごとに5時からだけど、最終的になんとか橋で燃やすんだよね。これ燃やしちゃうんだけど、これを燃やすのが9時半、9時10分もしくは8時半から9時の頭のなんだって。だからこれがあそこが入ってくるまで、まだ2時間ぐらいあるから、ちょっとね、カズの駅の辺までちょっと後ろを追いかけてみようかなっていう感じですよ。引き返してくるらしいよ。ちょっとね、花をかんない。サイトごとのなんか情報がバラッバラだからね。整理したい。ラストが、ねぶり流しが9時ぐらいらしい。なのでもうちょい時間を過ごさなくちゃいけないね。はい、どうぞ。ネクタが橋の上に。ただいま、実況内の戦闘に入場してまいりましたのは、船場元町、船場元町でございます。絵の注目ポイントですが、秀吉と一目でわかる特徴的な兜と馬印にご注目ください。はい、これで船場元町町内は、ずらっと並んで、一斉に火をつけて、なんとか、国におきまして、数の EMO、ねぶた流しが始まりますね。賞を受賞しております。カズノを食べて、カズノを知って、カズノを楽しむ。
道の駅カズノアントランはカズノを丸ごと体験できるスポットとして、これからもカズノのあふれる魅力を発信し続けます。これから花火が上がります。オーカおー、火が入った。今ね、火が燃えてますね。あ、火が入った。ねぷた燃えてますね。後ろで花火が上がってるんですけど、この絵はすごいですね。でも風の町ってさ、まだこの後花輪林があるわけじゃん。結構ハードスケジュールだな、8月。
てるわ。全部燃やしちゃうんだ。すげえ迫力だこれ。おお。あ、後ろでなんか花火が上がってるな。いやでも火の粉が綺麗だ。飛んでる火の粉が超綺麗。最後のねぶたが燃えちゃいそうな感じですね。すげえ、もうねぶたが、あ、でもちゃんとねぶたが燃え尽きたよ。今もうこれで終わりました。で、この後この太鼓がしばらく鳴り響くらしいね。でも風の町ってさ、この後花輪林もあるから結構さ、町民ハードスケジュールだね、8月。なんかねぷたの中ってこうやってろうそく立ってるんだね。